両選手の紹介です。ただいまより OPPF ライト級タイトルマッチ12回戦を行います。赤コーナー OPPF ライト級チャンピオン134パンの4分の1グッシーナダロフコールされました。青コーナー OPBF ライト級1位135番の韓国ソン・ワン・シック。こちらも気合が乗っています。朝の計量の時も肌ツヤよく体は十分に締まっておりました。レフリージャッジ、韓国からムーン・ムーホン、日本からは内田正和、そしてレフリーです。レフリー大国ウクリット・サラサス。ウクリット・サラサスはタイの国籍、そして JBC 日本ボクシングコミッションでレフリーを務めています。この背中の見えている画面の右の人がジミン・アレクサンドロコーチ。おとといタイでユーリ・エビハラ・アルバチャコフを世界タイトル防衛に導いた名コーチです。いい試合をするように、そういうアドバイスをサラサスレフリーが与えました。グッシー陣営は5ラウンドまでに勝負がつくだろうと豪語しております。さあ第1ラウンド12回戦が始まりました。いきなり大きなパンチを空振りしたソン。どういう試合展開になるんだろうと興味つつで、ファンがチーンと今静まり返っています。ヒゲのグッシー・ナザロフ、今回はリミットよりもだいぶ軽く計量パスしたグッシー・ナダロフ。ジライさん、体がよく絞れてますね。そうですね、やっぱりあのスピードもありますしね、トークがいいですよね、この人は。ソンの方はナダロフの右が入った、ちょっとバランスを崩しました。左、おー、なかなか行ってますよ。お、挑戦者いきなり来ましたね。ダンか、ダンを取りました。サラサス右のクロス、ダンを取りました。まず1回のダン、具志堅さん、はい、ナザロフは相手が向かってきてくれるとかえって楽じゃないですか、これは。いや、しかしね、今回やっぱり強い挑戦者っていうかね、はい、かなり緊張してますよ、はい、それとやっぱり向かってきて左のねカウンターが当たればいいんですけどね、はい、あの挑戦者のあの右のストレートが強いね、強い、はい、はい、これがやっぱり要注意ですね。挑戦者は10戦10勝、右のストレート10勝のうち6つのナックアウト勝ちがあります。そして現役の韓国のチャンピオン、2度タイトル防衛に成功している、まあ、韓国では最大規模を誇りますパルパルジムの系列にあります。グッシーのやっぱり15戦目の一番最強の相手じゃないですか、はい、グッシーの右が入りました。私たちもこれまでナザロフの試合を見るときは安心感を持って見ていたんですが、今日はちょっと見ている方も緊張しますね。そうですね、相手がですね、やっぱりあの右のストレートが思いっきりというか、はい、強いパンチだから、これはもう本当にお客さんもシーンとして見てますね。コロナしかいつもよりもナザロフの
手数が少なく見えます。今日の試合、東洋太平洋ライト級のタイトルマッチ12回戦。左が入ったところでゴング、サラサスレフリーが持って入りました。第1ラウンド終了です。グッシー・ナザロフ、今朝の計量は 60.8 キロ、134パウンド、4分の1、余裕を持ってパスをしました。14戦全勝、14勝のうち12のナックアウト勝ち。旧ソビエトのキルギスタンの出身です。本名はオルズベック・ナザロフ、26歳です。第2ラウンド、今日はもう後楽園ホールは冷房が欲しいぐらいに熱気に蒸されているんですが、その満員の観衆がラウンドが始まるとまた静かになりました。右ストレートです。ソン・カンシク、ナザロフは普通第1ラウンド第2ラウンドあたり柔らかな笑みをたたえて、柔らかな優しい表情で戦うことが多いんですが、今日は表情の方もきっと引き締まっています。ボディ厳しい表情でボディを打ちました。緊張してますね、はい。まあ、それだけ、相手が、ね、はい、強いとこういうの持ってるんでしょうね。この緊張というものが体のどこに一番出てますか、白井さん。もうやっぱ体全体がやっぱりビリッとしてますね、はい。もうことで神経ね、神経がやっぱりねビリビリしてますね。大そしてことにね、また相手の右のストレートですかね、これが、ね、やっぱり強いんでしょうね。それはもう受けた選手が身をもって分かるでしょうからね。そういうことですよね。自分でちょっと緊張をほぐすように腕を一回ダーンと垂らしました。ナザロフ左の服連打、いやいや、まああのですね、グッシーはスピードがありますね。思い切って打っています、グッシー・ナザロフ。このグッシー・ナザロフのグッシーというのはもう皆さんご存知の通り、具志堅用高さんのグッシーから来ています。ボディーでランを取りました。ボディーですね、左のボディーブロー、カウント7-8、これはだいぶ効きました。これで戦意喪失となるかどうか。第2ラウンドも残り1分以上あります。ボディで倒されるともう後の試合展開が嫌になると言いますが、ボディがなんか弱そうな感じしますね。あ、ストレートが入った、連打、グッシーチャン、最後は左、最後は左、このラウンド2度目のダウンです。これは立ち上がれそうにないぞ、ないぞ、ですか、ね、立ち上がれません。カウントアウト、グッシー・ナザロフ、ようやく表情が柔らかになりました。4度目のタイトル防衛は鮮やかに、第2ラウンド2度のダウンを奪って鮮やかな KO 勝ちです。2日前に友人有利の世界タイトル防衛を見たばかりのこのグッシー・ナザロフ、自分も世界の器だというと観客にアピールしました。最後左突き上げるようなパンチが当たりました。今のフィニッシングシーンをご覧になって白井さんいかがですか。鮮やかでしたね、最後の2人のところ、非常にシャープだったんですね、はい、見事でしたね。